12月14日木曜日の天気をお伝えします。天気図で見ていきましょう。西から前線が近づき天気が下り坂です。詳しく見ていきます。高気圧に覆われる東日本ではよく晴れます。ただ西から前線が近づくため九州や中国地方西部では朝から雲に覆われやすくなります。その後午後にかけては曇りの範囲が広がっていく予想となっております。夕方以降は雨の降るエリアが広がりますので雨具をご準備ください。北海道は日本海側を中心に雪が降りやすく路面状況の変化に注意が必要です。続いて気温の予想を見ていきましょう。朝6時から見ていくと東日本や北日本のエリアを中心に冷え込みが増しそうです。その分1日の気温の差が大きくなりそうです。北海道は1日を通して寒さが続いていきますので防寒をしっかりとしてお過ごしください。詳しい内容はアプリウェザーニュースからご覧いただけます。